東山霊山城あるいは霊山城とは、現在の京都市東山区西館寺両前町にある霊山に築かれた戦国時代の日本の城跡である。室町幕府十三代将軍、足利義輝によって、天文21年に築城が開始され、翌22年には陥落し、廃城となったと考えられる。16世紀には、東山に将軍などの後見力が中尾城や、 将軍山城のように山城を築くことが多くなり、霊山城もその系譜に属している。霊山城の縄張り図は、落中落外の城間と、集落、城郭研究と、首都論に掲載されている。東山霊山城の存在する霊山は、東山36法の一つであり、周辺には、京都霊山五国神社や高台寺、清水寺等が位置している。 霊山の中原には、消防寺が存在している。天文十七年に、細川春元に背いた三吉長慶は、翌天文十八年に、江口の戦いの勝利によって、入居を果たし、春元、将軍義輝とその父で、大御所、足利義晴らは、そこで、義晴、義輝夫子は、京都奪回を起し、天文十九年に、中尾城、将軍山城を築城。 増築した。しかし、同年11月、京都に入った三好長兄以下4万の軍勢を前に、吉殿方は一戦も交えずに、坂本へ撤退し、これらの城は地焼没落あるいは、三好方の城割によって破却された。その後吉殿方と三好氏の争いが続いたが、天文21年1月に吉殿と長兄の間で、和睦が成立十月二十七日に、 霊山城の築城が開始されることとなる。これは、吉輝と長慶は手を結んでいたものの、京都奪還を狙う細川春元らの脅威が存在していたためである。まさに築城開始から1ヶ月後の11月27日に、春元が西岡に現れ周辺を放火し、佐賀に着陣した。その際に、三好方の小泉修正及び中地修理らは、不安を感じたのか再印城を。 自焼きして、霊山城に合流した。翌28日に、霊山城に向けて春元は進撃した。時継狂気、天文21年11月24日上に、老人衆西変方々放火、辰国軽量山へ取り剣、五死の座下室放火、県民寺の大流住所に立中室炎上、寮、乗り室務の清水の坂にて、軍友の、ただしち寺に無の、 手追い左右法67人当て言うの、うんぬん、馬時因のとあるように、晴元は五条坂を焼き払い、県民寺も炎上したが、清水坂における合戦に勝利できず、晴元方は東山霊山城を攻撃することはできずに撤退した。その後も追記は継続されたが、天文22年3月8日、吉輝と長慶は再び敵対することとなり、 ヨシテルは霊山城に入った。前年の12月の段階ですでに一部の幕臣が春元に内通して長兄を排除しようと格索していたが、2月になると彼らの手引きで春元が京都西北に出没。長兄は問題解決のためヨシテルに内通者の方向集から人質を要求したことがヨシテルの怒りに触れたのである。7月、長兄に対して背いた。 芥川孫十郎の子もる摂津芥川山次郎を長兄が攻めていた際、28日に春元が丹波から軍勢を率いて侵入して、三好方の小泉修正が守る祭院城周辺に放火した。29日にも祭院付近で小規模な戦闘が行われ、吉輝も晴れ元方と手を組んだ。30日に吉輝が北野のうこん場に布陣し、 内藤彦七以下の三千から四千人の軍勢が、蔡院城を表したが、軍勢の損耗を恐れて、攻撃を行わなかった。蔡院城は陥落せず、8月1日に、東山霊山城は攻撃された。時継ぐ狂気、天文22年8月1日城は、以下のように、東山霊山城の戦いを伝えている。三吉筑前守る、長慶人数。 その外、河内、泉、山と、摂津、紀伊東人、数二万五千元上落、云々、ぬん、武家、将軍、足利義輝、辰下国古出人、船岡に、小座公、佐所東山両山五条、松田県物、三方院衆、山中の磯谷東寺の、今村紀伊守、喜び満人数取り県赤の、今村源七以下五十六人内寺にぬん。 その外十五十六人手を言うの、ただし松田県持つ障害うん五条放火領、五無念のいたりなり、その外人を宮通り、その西又二通三手に、諸課税へ上、両、武家山中、船岡山山中へ、餃子ひ移り云んその外行き人数三条へ取引のまず、一日の、早朝より、長兄が二万五千ほどとも言われる大軍を率いて、上落した。 吉輝は、船岡山に移動し、東山霊山城は、松田県物、第五次美保院衆、磯谷氏らが守備に当たっていた。松田県物はおそらく、室町幕府部業人を務める家系である松田家の人物であると思われる。美保院は、第五次の市員であり、治療をめぐって、三好氏と対立していたらしい。磯谷氏は、山中村周辺を基盤とした土豪である。 三好方では、今村慶満の軍勢が霊山城を攻めた。今村吉馬は、例山城付近の渋谷越の流通を基盤とした、今村氏の人物で、現地の地理を地質していたと考えられる。戦闘の結果、三好方でも、今村氏の一族など数人が戦死し、15、6人ほどの負傷者が出たものの、守備側では、松田健物が自殺し、見本臨州にも負傷者が出て、 霊山城には火の手が上がり陥落した。なお、陥落後吉ルは船岡山にこもったが、翌二日に三好方の軍勢が船岡山に迫ったので、吉ル一行は長坂江津を経由し、五日に多場山国葬を通過して、大海の立花に到着、その後旧木へ向かった。霊山城を陥落によって五年間にもわたって吉ルは朽木に遊挙した。 霊山の山頂を中心に東、西、南の三方向に車が展開し、東側に二箇所、南側に一箇所掘り切りが確認できる。東側の京都一周トレイルから上市に入ることが可能である。消防寺、高台寺、高昇寺、清水寺などの周辺寺院の影響によって、移行の少なくない部分が破壊されたと考えられている。なお、西側の車に、春瀬、 伊藤光石碑という石碑がある。ありがとうございます。